はい、それではジャッジ挨拶続きやっていきましょう。では今回は翔野さんからお話聞きます。ゲって顔されないか本当にちょっと気がかりなんですが、大丈夫でしょうか。八神さん、あ、なんで、どうやってここに。少しだけお話を伺いたいんです。いや、困りますよ。センター長は知らないんですよね。どうされました。あ、篠瀬さん、事務次官だっけ。いや、その、この人、翔野さんが大声を上げるなんて珍しい。あんた、さっきロビーで見たの。うん、私は一ノ瀬と言います。一ノ瀬さん、厚生労働省の者としてね。厚労省のアドテックナインへの政治的な支援をしています。木戸さんはあんたを事務次官と。翔野さんが迷惑がられてます。お引き取りは。事務次官っていうと官僚のトップですよね。ほう。役人ならあんたの言うことを聞くんでしょうが、俺は違います。なるほど。翔野さん、少しだけお話をさせてください。それが済んだらすぐ帰ります。困るんですって、センター長のいないところで。新谷はなんであなた宛に電話したんです。だから新谷なんて名前聞いたこともないんですよ。大事なことなんです。何か心当たりは。これ喋ってくんなさそうだな。何もないって。もうお引き取りください。やばい、センター長に連絡します。わかりました。じゃあ最後にあと一つだけお願いします。センター長が怖いのか。アドデックナインで大金が動いてるな。カムロ町の殺人はご存知か。え、どれどれどれも聞きたいな。これにする。金。アドデックナインというのは画期的な新薬だそうで、厚労省の予算でセンターの建物も新しくするとか。ずいぶん金が動いてますね。それが。その関係者であるあんたに、新谷は接触しようとして殺された。こう言うと随分気な臭く聞こえますけど。だからそういう話はわからないんですよ。金のことならセンター長の方がよっぽど詳しいです。お、もう仕事に戻らせてください。あんたらここで何してるんだ。あっ、来ちゃった。センター長、もう帰ったんじゃなかったのか。こそこそ何をやっている。新谷からの電話について話を。翔野は何も知らないと言ったはずだ。口止めしてんじゃないの。はっきり確かめたかったんです。君、セキュリティに連絡を。ああ、もう帰りますよ。行こう、星野君。弁護士会には大臣の名前でクレームを入れておきますよ。大臣。厚労省の。ああ、風見大臣はうちの新薬に大きな期待を寄せている。きっと君らの行動をお気に召さないと思うね。星野くんの立場もやばいんじゃ。大丈夫かね。結局分からずじまいでしたね。新谷先生が、うん、なんであの翔野さんに電話したか。八神さん、厚労大臣がどうのって話は最近カムロ町でも聞いた。協力会。はい、いつだったあれは。誰と話した時に厚労大臣の名前が。真冬綾部源田先生。あれ誰だっけ。え、綾部かな。綾部からだ。テンダーで飲んだ時、あいつが話の中で風見大臣の名前を。確か初めはなんで関西の教令会がカムロ町に来たのかって話だったんだ。教令会は梶平って大手ゼネコンに使われてるらしい、うんうんうん、でこの梶平が一時期都内の再開発を計画して会長自ら根回しに動いてた。
その交渉相手の一人が厚生労働省の風見大臣。はあ、けど都市開発だったら国土交通省とかじゃね。うん、厚労大臣なんてお門違いだろ。何を根回しすることがある。確かにそうですけど、それってうちの事件と関係ありますかね。厚労大臣の名前がちょくちょく出てくるのはただの偶然か、それとも。わからないな。梶平と風見が会って何を話していたかによる。それならうちの梶平担当が調べられるかも。ん？杉浦さんですよ。あ、そっか。元梶平の社員だったんですよね。それだ。なるほどね。じゃあ梶平と風見大臣のつながりが分かればいいの？ああ、杉浦の方で何か探るっつっては。どうかな。でも調べてみるよ。助かる。そっちはまだ創薬センターだよね。少し時間くれる？何か分かったら電話するから。うん。杉浦くん好き。なんかこう喋り方も好き。ひょうひょうとしててかっこいい。なるほどな。なんかつながりを見せ始めたのがまた面白いよね。なんかポツポツ一見何も関係なさそうなことがさ、人物だったりあの事象だったりでどんどんつながるっていう、そこがね推理物の面白いところなんだよな。あの矢上さん、僕は一旦事務所に戻りますが。すっかり夕方になっちゃってんじゃん。沙織さんからメールが来てました。今服部記者が押しかけてきてるそうなんで。もう会いたくないんだけど服部さん。新谷先生の件を嗅ぎ回ってるみたいです。でしょうね。僕が代わりに追っ払っておきますよ。お願いします。星野くんは源田事務所の次期。いや、案外すごい頼りになるよね星野くん。若いのに。いいですよそういうの。本当に。ん？僕期待されたり責任重いの嫌なんで。だから誰かの2番手でいるのが一番向いてるな。現代っ子だな。じゃあいつ独り立ちするんだ。ずっとしないですよ。僕は一生このまま一流の2番手で居続けたいんです。それじゃ。そう、でも2番手ってさ、一番ずるい立場でもあるよな。権力もそれなりに持ってるけど一番の責任は問われないっていうね。次の連絡があるまでしばらく待ちだな。まあ楽なポジションであるよね2番手って。あ、すいません。スーツの男性。何でしょう。藤森さん、お兄さん投資にご興味ないですか。ない。え、そういうのはもうちょっと金持ってそうな人に。といっても今一般の方でもスマホがあれば簡単にできる時代ですよ。クラウドファンディングってご存知ですか。ネット上で世界中の人から資金提供を募る方法で、ここ数年ではとてもメジャーなんです。それをもっと手軽に行うために用意したのがこのクラウドカンパアプリなんです。お手元のスマホから好きなプロジェクトに好きな時に好きな額を投資できるんですよ。簡単そうに聞こえるけど結局お金がかかるんでしょ。いえいえ、投資は世界中から募ってますから、個人で投資する金額は少額でも問題ありません。集まったお金の合計金額が目標額に到達したらそのプロジェクトは成功になります。その際プロジェクトに投資した皆さんは優先的にそのサービスを受けることができます。サービスって例えばどんな。商品が送られてきたり新しい施設が利用できるようになったり様々です。でしょでしょ。企業経験があるんですが資金調達に苦労しまして、その時に海外のクラウドファンディングに助けられたことがあるんです。だから私と同じように起業しようとしてる人の助けになりたくてこのアプリを作りました。へえ。社長といっても小さな会社なんで全然大したことないんですけどね。クラウドカンパ使ってくださいね。あ、はあ。はい、アプリインストールしてみます。あ、クラウドカンパアプリ、マジかよ。え、じゃあここから見れるの。あ、これ DLC か。ちょっと待って。あ、これか。あるじゃん、クラウドカンパ。
の遺品を解読したい。2D コードが見つからないあなたへ。え、てかさ、あ、一口2000円か。ああ、結構少額だね、本当にね。ハグクーム、ハグクーム。へえ。ああ、これは、ドローンか。あ、ミドルコース、第9、ダーツ。指南書制作。いろいろあるな。これすごい面白いな。はあ。ちょっと待ってよ。じゃあ、杉浦からの連絡を待つということで移動しましょうか。あ。あ、どうもどうも。あ、そっか、三毛猫ちゃん。いるのかね。なんか、この辺りなんかイベントがあるみたいだ。あ、カイトーさんじゃん。と、黒岩さん？なんか、あ、黒岩さんじゃなかった。その人は知り合い？お、ターボー。こいつは、足立。中学の時の足立だ。うん。足立さん。足立エステート代表取締役社長。あ、どうも。こいつは長年連絡取ってなかったんだが、ついこの間ばったり再会してた。最近よく飲んでてよ。ターボー、お前にも紹介しようと思ってたんだ。ターボー。これから足立と飲む予定なのが、お前も一緒にどうだ？え？え、今から。テンダー行くぞ。飲んでる間に、杉浦くんから連絡来るかな。足立は中学の時から頭が良くってよ、成績は学年で一番だったんだぞ。うん、勉強はできたんですが、喧嘩っ早かったんで、教師からしたら不良扱いだ。そうなの？そういう風に全然見えないけど、かつて不良でしたみたいな。だから不良同士妙に馬があってな。当時隣町の奴らとやり合ってたんだが、足立とはよく組んで一緒に喧嘩したもんだ。頭の切れる足立は頭脳、喧嘩の強い俺は腕っぷし、意外といいコンビだったよな。なんか本当足洗ったんだね。普通のサラリーマンに見えるんだけど、カイトと組んでる時が一番楽しかった。お前じゃない相棒は他にいない。今でもな。今私相棒がいるみたいだけどね。俺のことですか。相棒というか同僚。いや、相棒と言えなくもない。突然のお願いで申し訳ないのですが、ちょっとカイトを借りてもいいですかね。本当は事務所に伺って話そうと思っていたのですが、引き抜きとかもしかして。用心棒の仕事を頼みたい。あ、引き抜きじゃないよね。まさかそのまま連れてっちゃうとかないよね。おい、私どういうことだよ。俺は今カムロ町で不動産屋をやってるんだが、この業界特にカムロ町には厄介な奴らが多い。特に俺みたいな新参者には風当たりが強くてな。厄介な奴らというとやっぱヤクザ関係ですか。何かと因縁をつけてみかじめ料だのなんだのを要求してくる連中が後を絶たないんです。じゃあ用心棒っていうのはそういう連中から守ってほしいということですか。もちろん八神さんの手は煩わせませんし、お忙しいことでしょうし、はい、うん、知り合いだからって報酬は負けねえぞ。1日あと8万。はい、もちろん。カイト、相棒。8万だったらぜひぜひって。カイトの相棒。ちょっと寂しがってない？カイトさん、昔なじみと一緒だったからか、いついなく上機嫌だったな。足立隼人、カイトさんの相棒か。足立さんの会社の場所を名刺に書いてあったし、後で仕事ぶりでも見に行ってみるか。はい、じゃあ行ってみましょう。あれ、足立さんの、これマップから行けってこと？クラブアムール。あれ、電話かかってくるかね、もしくは。もう仕事ぶりを確認するってなってたから。目的地が出ないんだが。
え、そんなもん？マップから行かないとダメ？どこだ？法律事務所。ここ建物のアイコンだよね。ネットカフェ。クラブアムール。こんばんワイフ。KJ アートのサウナ御殿の。あれ、どこって言ってたっけ？シャルル。バーテンダー。あれ？え？あ、ここか！カイトさんいたわ。いたいたいた。こうケースファイルから、どれだっけな？あ、サイドケースか。ここで、そう、証拠でね、この名刺見れば書いてありましたね。天海寺通り裏が事務所みたいです。海藤さんいた。ああ。クソみたいな因縁つけてきやがって、とっととせな。加藤さん、用心棒の仕事しっかりやってるみたいだな。ん？なんすかあれ、ヤクザ。多分そうだろ。あの不動産屋は黒い噂もあるし、ヤクザがいてもおかしくねえ。黒い噂っすか。まああくまで噂だが、脅迫まがいの交渉で土地を強引に買い取ってるとか。無視できない噂だな。ターボー。お、ターボーじゃねえか。どうしたんだ。ん？ん？なんだあいつだ。よ、カイトさん、足立さんとの仕事はどう？特にトラブってない。特にトラブルなんてねえけど、なんだよ、多分俺がトラブル起こすとでも。いや、そういうわけじゃないんだが、ちょっと気になる噂を聞いて。うん。いつもテンダーでいいよな。さっき聞いた黒い噂、ちょっと心配だな。一応調べておくか。街の雑多な情報が集まりそうな場所は聞き込みすれば何かわかるかも。はい。足立エステートの情報を集める。雑多な場所？もう、うざい！はい、景品止めだ、ふざけんなって。もう追っかけてくるしさ、雑多な場所か。なんか目的地出てますっけ？出てないよね。あ！なあ。ああ、これで進められるのか。テンダーだったんだね。友達らしき人とよく二人で来てるよ。その町、海藤さんの昔馴染らしくて、足立って名前の不動産屋なんだ。会社名は確か足立エステート。うん。悪評はよく聞くよ。ヤクザ顔負けの強引な土地買収やらでトラブル続きらしい。おう。脅しやら嫌がらせやらひでえ手口で土地を買収しまくってるって聞いたぞ。うちにも強引な営業が来たことがある。ヤクザみたいなチンピラだったな。ターボー。ちょっと海藤さんとも話してみるよ。あらー、やばいんじゃないの？もしもし。今どこ？ちょっと話したいことがあるの。今かそっちへ向かうよ。あら、ちょっとつるんでる友達、どうなんでしょう。心配になってきたな。ちょっと待って。じゃあもう一回入るわ。よいしょ。そう、なんかこっちの人にもなんか話しかけられたんだよね。こんにちは。あ、さなちゃん！キャバの子、違う違う、路上で歌ってた子だよ。はい。うん。すごく嬉しいから買ってくれた人は自然と覚えちゃうんです。ヤガミだ。え、あの、歌声が良かった。歌詞がとても良かった。歌声が良かったにしよう。嬉しいな。うん。いえ、あ、歌わせてもね。あ、そうなんだ。へえ。わかりました。ちょっと飛ばしますね。あり
可愛いけど。おう、これあれかな、今後のイベントかかってくるんでしょうかね。よしよしよし。さて、じゃあちょっと海藤さんのところ行くか。海藤さん、ちょっとつるんでるお友達やばいですよって。いや、まあ友達のこと悪く言われたら嫌だよね。なんか海藤さんブチギレそうな気がするんだけど。痛い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 。もう何、加藤さん一緒に戦ってくんない？ちょっと。もう。あ、無理か。しょうがねえ。しょうがねえ。倒す。よいしょ。加藤さん、しれっとしてるんだけど。ちょっと。じゃあ、まだ雑魚でよかったぜ。はい、お待たせ。時間食っちゃったよ。アボ、話ってなんだ。足立さんのことで。ちょっとね、足立さんはどこ。いない方が好都合かな。足立さんのことで気になる話を聞いたもんだから、海藤さんの耳にも入れておこうと思ったんだ。裏が取れたわけじゃないんだけどさ、足立さんの会社悪質なやり口で有名らしい。ヤクザ顔負けのやり口で知られてるんだってさ。一応気をつけておいた方がいいんじゃない。お前まさかそれでわざわざ中国に来たのか。また必要ねえよ。あいつのことはよくわかってるつもりだ。世間の連中が何と言おうが判断するのは俺だ。違うか。こっちのことは俺に任せて、お前はお前の仕事をしてりゃいい。おう。うん。海藤さんの気持ちもわかるが、やっぱ心配だよな。お、反来でいいのかな。おお。じゃあちょっと今回ここで終わりにしておこうかな。どうだろう。え、もう少しやるか。ちょっと気になるわ。食事してるときさ、なんか海藤さんの悪口めちゃめちゃ言ってたら、友達はいつ裏切るか分かんないからね。よいしょ。やめときな。さてさて。まあ信用できる友達がね、何人かいればいいもんな、私は。ここですか。ちょ入るよ。あれ、ちょっと待って、これもまたバトルしないとダメ。もう早く来いよ。来ないのかよ。よいしょよいしょ。プラスチックゲット。ん、あ、ちょ、出ちゃった。ここか、上ですかね。いた、相手のとこ、仇の人間には見えないな。気づかないように近づいて話を聞いてみるか。気づかれちゃうから変装ですかね。じゃあいつもの作業服で。見る。何を話してるんだろう。なんか悪い顔してない？足立さん。あれ、変わんないよ。あの土地だけは何があっても手に入れたい。牛本組のやつらに渡すんじゃねえぞ。そのための海藤です。海藤は強力な手駒です。あいつが俺たちに加われば連中も歯が立たないでしょう。問題はあの頑固な地主が素直に買い取らせてくれるかってことだが、それについては俺に考えがあります。これを見てください。もう誰だよ、めっちゃ可愛いじゃねえか。大学生になったばかりの地主の娘さんです。一人暮らししているらしくて、住所もバッチリ押さえています。お前まさか、欲望を持て余した部下に襲わせて写真の一枚でも撮れば有効な交渉の。とんでもねえな。このご時世です。ネットにアップすると脅せば地主もおとなしくなるでしょう。そうそう、約束の時間ですね。カイトのやつが来るので失礼します。今日の仕事で今後が決まる。うまくやってくれよ。ね、真っ黒やん。カイトさん、これから反乱に来るよ。私待って、話をしてみるか。
どこで道を違えてしまったんや。まあ、カイトーさんもね、あの元、今もヤクザなの？なんかもう元ヤクザでいいよね。だけど、ちょっと時間いいか。カイトー。え、ヤガミさん。ちょうどいい。役者もそうだことをはっきりさせようじゃないか。カイトーさん、例の足立の悪い噂、やっぱりただの噂じゃなかったみたいだよ。そりゃあんたが足立を信じてるからだろ。だけどこの男はあんたが思うようなやつじゃない。とぼけても無駄だ。反乱への会話は聞かせてもらったからな。あんたお目当ての土地を手に入れるために地主の娘さんを襲わせるつもりだな。そこで撮影した写真を脅迫に使う。さっき遭難してたよな。俺ははっきりとこの耳で聞いたぞ。カイトーさんのことも利用するつもりなんだろう。うん、俺がそんなひどいやつだと思うか。相棒。おう。マジか。悪いが、お前は口を出さないでくれ。こいつは俺の問題なんだ。カイト。おう。え、聞こえなかったか。口を出すなと言ったはずだ。え、力ずくでも止めるって顔だな。ああ、待って。え、バトルですか。ああ、ちょっと、マジかよ。ちょっと待って。よし、じゃあ一戦で、やばい。ちょっと待って、あ、お、これでショートカット使うのか。あ、なんか使っちゃった。よし、行くぞ。よいしょ、ブースト。やばい、さすがにやっぱ強いな、カイトーさん。よいしょ。ああ、はい、よし、ブースト切っていくぞ。おっと、やばい、カイトーさん邪魔だよ、一般の人。邪魔。無理か。もうさ、壁キックかっこいいのにさ、未だによく決まんないんだよね。やばい。逃げて。キックも決まんないな。ちょ、危ない。お前強いよ。よいしょ、拾って持ち物は武器になるからな。よし、拾って、よいしょ。カイトーさん、ちょっと待ち伏せずるいぞ。よいしょ。いざとなったらね、回復アイテムもありますからね。よいしょ。お、よし、いいぞ。あとちょっと。だけどね、そのあとちょっとがきついでごわすな。お、来た。よいしょ、ブースト。ちょっと待って。こいつなんで。おー、ちょ、もうせっかくの。あー、倒した。必殺技のチャンスをことごとく逃すっていうね、難しいな。いきなりコマンド出るからな、三角ボタン。腕を上げたじゃねえか、ターボー。バカ言え、殴られるまでもね。目なら最初から覚めてよ。俺がこんだけ言ってんの、なんで分かってくれねえんだよ。あんたとやりたくねえ、喧嘩までして。おい、カイト、その辺にしとけ。用心棒の仕事に支障が出る。このまま行くのは筋が通らんねえようだ。この若あずやの所長さんはどうしても俺を行かせたくないらしい。俺を連れて行きたいってんなら、今ここでお前自身の潔白を証明してもらわなきゃならねえ。俺を信じられるなら、そんなもん必要ないじゃねえか。そうでもねえさ、俺自身お前の言ってることはやってることに腑に落ちねえことが多いと感じてたんだ。何度も飲んでりゃ気づきもするさ、お前の後ろぐらい部分にもな。ターボーに教えられるまでもね、足立は変わっちまったのかって思ってたんだ。カイトーさん、うん、近くで見てりゃ分かるはずだからな。
それでこいつが間違いを犯しそうになったらぶん殴ってでも止めてやるつもりでもいた。そうすれば目が覚める、そう思ってたんだ。だから言ったろ、これは俺の問題だって。たくさんなのに首突っ込んできやがってよ。で私どうなんだ、ターボの聞いた話が間違いだって納得のよく説明はできるのか。お友達ってのありがたいね。俺のことを更生させたいってわけかい。泣けるね。カイト、てめえのそういうおせっかいなところは昔から尺に触るんだよ。ん、え、ああ、あ、でも弱そう。俺の計画を知られた以上あんたらを放っておくわけにいかねえんだよ。うん、そこにお前じゃないでしょ。けじめつけるの俺も好きやけど。はーい、タチの悪い男だじゃん。じゃあ塩分に変えて、カイトさん頼むぞ。あ、でもやっぱ足立強いのかな、一番、まあ、ボスっぽいですよね。おー、スーツビリビリにしてやんよって。でオッケー、おお、久しぶりに決まった感じがするな。いてて、ゴルフクラブなんてね、スカウトするよな。ちょ、私ばっかり狙ってるんだけど。よいしょ、ごぼうだ。あ、でもあんまり弱いね。いけるわこりゃ。よっしゃー、かわいそうに海藤さん。考え直してくれ、あと少しででかい金が手に入るんだ。お前にも報酬はやる。それに私友達だろ、相棒だよな。ああ、足立うせな、今のお前はこれ以上見たくねえ。なあ、カイトさん、よかったのか。いいんだ、今回のことであいつも少し反省しただろ。それに相棒なら間に合ってるしな。ああ、カイトさん、ターボ、結局お前には世話になっちまったの、助かったぜ。まあ、これからもよろしく頼むわ。カイトさん、あ、ちょっと絆深まっちゃったじゃん。あらら、俺また眠くなっちまった。俺は帰って一眠りするわ。ちょ、いいじゃん、もうやっぱいいよね、海藤さんと八神くんのこの関係。いいっすよね。あ、あ、もしもし、来たな、杉浦だけど。杉浦くん、梶平の件調べたよ。恋女房、会えるか。はいはい、恋女房って釣り堀屋わかる？あ、裏カジノのところ。あそこそんなに有名なのか。知る人ぞ知るってやつ。じゃあそこで待ってる。よし、じゃあちょっと今回ここで終わりにしとこうか。やばい、ちょっと長くなっちゃったかも。え、誰から。あらら、あら、ちょっとなかなかキムさんの依頼をね、こなしてないんですけれども、あれ、コインギャンボって、あれ、裏カジノあるところでしたっけ？どうだったっけ？まあ、釣り堀屋ですかね。まあ、次回行きましょう。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。